お待たせをいたしました。続いてのバンドは NSK スイングキャッツの皆さんです。1967年4月のバンド結成以来、早くも57年、衰退していく企業バンドが多い中、今年も頑張っています。部員のモチベーションを維持しつつ、本日のコンサートに備えて練習してきました。今年は新メンバーを数名迎え、より一層レベルアップした演奏をお届けできると確信しています。本日の目玉はビッグバンドで歌うのが初めてという新人歌手です。おぼつかないこともありますが、 NSK の大事な宝物です。それでは参りましょう。 NSK スイングキャッツ。
オリベエスターです。よろしくお願いいたします。お届けしました曲はカウントベイシーのナンバーより1曲目は April in Paris。 ソリストを紹介します。チョンボノエダマモリ。
Thank you.
先に紹介いたします。ピコロ藤見智子、アートサービス吉岡秀明でお送りします。ありがとうございました。それでは
スイングキャッチの皆さんでした。そして頑張って盛り上げてくれたエスターにも大きな拍手をお送りください。NSK スイングキャッツの皆さんでした。で、いろいろね、今後の予定とかお伺いしようかなと思ったんですけど、ドラムの世話をしながら、ながらでお返事するというか、ね、マイク取ってるからよろしいですか、いきますよ。はいはいはい、どうもどうも。はい、さあ今年はね、新人歌手のオリベ・エスターさん、どうでしたでしょう。よかった、楽しかったですね。歌はうまいんだけどね、日本語がいましたね。でもほら、日本語が彼女がダメだったら、俺たちが何語フィリピン語っていうのを語るけど、いや、俺は熊本弁しか喋れない。あ、そう、九州のアテン。本当？本体ごめんなさい、絶対嘘ですね。さあ、そして9月にはね、深谷市野の花デイサービスセンター、はい、そうです。そして10月本庄市のシルバーフェス、はい、でこれ細かい日にちとかどんなことをするのかとか、はい、またほらデイサービスセンターとかシルバーフェスってついてるんで、うん、こう私たち一般の人が行ってもいいのかなとか。ね、はい、この深谷の野の花はデイサービスセンターといって、はい、あのエスターがプロの歌手だったんです、もともと。その時に呼ばれたりして、こういうところで演歌を歌ってくれて、それで、あ、じゃあ番号も一緒に連れてきてよって呼ばれて、で、なんだっけ、川の流れのようにとか、そういう演歌を演奏してくださいって言って、みんなで歌いますというようなリクエストが来たんで、行くことにしました。はい、演歌は上手なんでしょ。でも、歌を歌いながら日本語は普通にこうペラ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 、全然普通です。だけど会話はおぼつかない。いや、普通におぼついてるんですけどね、うん、本当は、うん、こういうところに来ると上がっちゃうんで、そういうことね、日本語になっちゃうんです。わかりました。はい、そして本庄市のシルバー、それで9月の14日土曜日です。はい、9月の14日の土曜日、野の花デイサービスセンター、これって私たちも見に行ってもらえる。あ、これはダメです。ダメね。はい、次がいいみたい。はい、10月の本庄市のシルバーフェス、これはシルバーフェスってついてるけど、はい、うん、あのね、市でやるんで、はい、大きい、なんていうの書いてあるのかな、すげえかっこいいとこなんですよ、うん、そこで一般公開しながらやるフェスティバルです。はい、あ、じゃあ別にシルバーってあるからお年寄り向きだよとかって言われではなくて、まあ、中身は演奏許可をしてくださいって言われてるけど、はい、します。はい、10月の何日とかって分かりますか。6日土曜日、あ、
かな、はい、そんな10月の6日土曜日から本庄市のシルバーレスに出演ということです、はいはい、で今年は新人のメンバーが何人か増えた、そう、あのベースにいた太田君というんですけど、はい、伊勢崎市在住です、はいはい、いかがでしたでしょうか、リベルアップした演奏をお届けしますって言ってましたけど、どうでしたか、かなりビッグバンド初めてなんですけど、はい、約3、4ヶ月であそこでできるようになりましたね、すごいですね、あとテナーサービスも利用して、まあ、レベルは上がってますね、はいはい、で企業さんのバンドっていうことですので、はい、ただ皆さんお仕事をなされてて、うん、もうほとんどリタイアしてますけどね私みたいな正社員なんか一人しかいませんしね、はい、あそれでも企業のバンドそうですね、はい、貢献してますんで、NSK にじゃあ練習は特にはあの仕事終わってからなとかそういうのではなくて日曜日の午前中にやってます、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。57年ということですのでね、これからもますますあの NSK スイングキャッチ看板背負って企業バンドとして頑張っていってほしいと思います。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。